イングランドのテニス選手。ゴアは1877年に開催された第一回ウィンブルドン選手権の男子シングルス優勝者でグランドスラム最初の優勝者でもあった。ゴアは測量技師の仕事に就いたがあらゆるスポーツに優れた技量を持ちテニスのみならずクリケットでも一流選手だった。1877年に世界最古のテニストーナメントとして 1> 第1回ウィンブルドン選手権がオールイングランドクラブで開催された時出場した男子選手は総計21名だった。ゴアは4試合を勝ち抜き決勝戦でウィリアム・マーシャルを6から1、6から2、6から4のスコアで退けて伝統の大会の記念すべき初代優勝者となった。翌1878年もウィンブルドンの決勝戦に進出したが今度は フランク波動に5から7、1から6、7から9で敗れ、大会に連覇はならなかった。ウィンブルドン選手権における女子シングルス競技は7年、遅れて1884年から開始された。現在のテニスは昔のジュドフォームとは大きく異なるものとして、ローンテニス、ローンテニスと呼ばれる。ローンテニスで使用するための 新しいタイプのラケットが考案され、ゴアたちはこのラケットで競技を行っていた。ゴアは晩年に過労や家族の問題などのため、比較的早い年齢で健康を害した。ビリヤードに興じた翌日、ゴアは急に倒れ1906年4月19日の朝に56年の生涯を閉じた。ありがとうございます。